到着しました。こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。パンクがゆくる今日はぜひぜひ。ですね、今日は花鳥カフェに来ました。で、牧野さんに今日はタンクのメンテナンスをしてもらおうと思います。はい、まあ、くちばしもちょっと伸びてますし、うん、足の爪がちょっと伸びてるみたいですね。足がね、ちょっとね、伸びちゃったんでね、切ってもらおうね。はい、はい、じゃあお願いします。はい、恐怖の爪切り。牧野さんは水族館とか、はい、水族館に行ったんですか。動物園にいましたね。動物園、その時にちょっと切ったりはしましたね。らしいです、動物園時代はね。やってよ、もう警戒してますね。うん、ペンギンは体重重いのと普段立ってる動物なんであまり横にしちゃうと良くないんで。なるほど、力もありますしね。そうですね。まあ、力もいります、ね、力いりますね。結構硬いです。スムーズだね、うん、でも私が切るときやっぱそこまで切れないよね。うん、思い切りがね、
そうですね、なんか回数重ねていくとどこまで欠陥あるかっていうのが大体わかるんですけど、目安があんまりないんで分かりにくいですね。私はちょっと様子見ながら。そうですね、はい、どうですか、口の隅マッキーから逃げるようになくちばしは下側だけちょっと削りたいですね。下ですか。下ですね。くちばしはですね、さすがに押さえないと削れないので、じゃあ僕やります。こういう感じで S さん抱っこしてたら、僕は抱っこでいいですか。はい、足が出てよ。こんなちょっと怖い思いをするんで、せめて目だけを隠しておいてあげます。さすがです。ちゃんと下もやんないとね、噛み合わせもあるんだから。どうしても自分たちだとちょっと難しくて、そうですね、ちょっと伸びてきちゃったもんね。とりあえず今日はありがとうございます、うん、ありがとうございます。あんまりいきなり短くなっちゃってもご飯食べなくなっちゃってそうですね。待ってよ。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。